いや今日も忙しい日でした。宇都宮から仙台、そして今塩釜です。お盆にもかかわらず多くの方が集まって真剣話を聞いていただきます。まあ、塩釜は漁業で栄えたところですけれども、今かつての元気はありません。そういう中で何とか政治を変えてもらいたい、まあ、そういう人たちのその思いが伝わってきた演説会でした。民主党に対しても大いなる期待をいただいています。こういった都市とはまた違う地方における地域の再生、これはもちろん私たちの政策、農業を中心とする地域産業政策、そして地方分権、そういったものが車の料理になるわけですけれども、しっかりと期待に応えていきたいと改めて感じました。今日は以上です。